も大木です。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ついに新型 iPad Pro ね、発表ということで、進化点をですね、7つまとめてお話ししたいと思います。今回はその7つのね、進化点を見つつですね、まあ僕が感じたことっていうのも正直にね、語ってですね、あとやっぱりね、もちろんいいことばっかりじゃなくて注意点とかデメリットもありますので、こちらもまあ4つほどね、ちょっとお話ししようかなと思います。で、最後にですね、まあ今回の新型 iPad Pro、 まあ買うべき人はまあこんな方なんじゃないかなだったりですね、逆にじゃあ買うべきじゃない人はこういう人、こっちのモデル例えば買った方がいいんじゃないかとか、まあそういったお話っていうのを最後の方にね、話そうかと思いますので、 iPad ね、選びとかする上での参考になればと思います。で、こちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方やガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、まあチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。で、またいつもご覧になっている方はまだまだ 10% ほどしかね、チャンネル登録されてないようなので、まあいつも見てるんだけどまだ登録してなかったみたいな方はですね、ぜひ登録していただければと、チャンネル登録していただければと思います。あと、まあ通知ベルもね、オンにすると、まあ最新情報がね、届きやすくなりますので、じゃあまだ登録者はね、まあ 9%、10% ほどなので、ぜひ通知ボタンね、押していただければと思います。で、ツイッターもね、日々こちらもタイムリーに更新しておりますので、まあ気になる方はフォローお願いいたします。まず一つ目、進化点ですね。こちらもう本当に驚いたのが、まず M1 チップの搭載ですね。まあ発表会のね、この演出ではですね、まあティム・クックさんがですね、MacBook からこうなんか M1 チップをね、こう盗んできて、まあ iPad Pro に入れるっていうね、なんかミッションインポッシブルみたいなお茶目な演出があったんですけども、まあ予想ではね、A14X とか、まあ A14Z とかじゃないかって思われてたので、Mac のね、やっぱこの性能っていうのを超ね、薄型のこの iPad Pro にも乗せてきたっていうね、ところですね。とはいえ、やっぱ今までレビューしてきた、まあ M1 MacBook のような性能というよりは、こちら、バッテリーのね、持ちとかも、すごい良かったりするんですけども、まあ新型の iPad Pro とかちょっと見てみるとですね、まあ前とそんな駆動時間というかね、変わらずですね、まあ Wi-Fi で、まあ例えばインターネット利用とか、まあ動画を再生時間が、まあ大体10時間、通信で、まあしたりすると9時間で、まあ特に変わってないんですよね。まあなので、まあ MacBook のやっぱちょっと M1 と比べたら、まあ電力消費をね、まあちょっとワット数を抑えて、まあ性能をね、まあ熱くならないように抑えられる仕様になってるんじゃないかなっていうことで、まあ性能は若干劣るんじゃないかなっていう気はしてますね。じゃあね、どれぐらいになるのかって、まあ予想もね、なんとなくしてみたんですけど、まあ Apple は、が言うにはですね、この2020年モデルの iPad Pro、こちらには A12Z チップっていうのが載ってるんですけども、まあそれよりも CPU で最大 50%、まあ GPU も最大でまあ 40% 速くなるっていうことなので、まあそこからまあちょっと逆算してみるとわかると。ということでちょっとギークベンチスコアね、予想してみたんですけども、まあ要するに性能数値で表すものなんですけども、まあ数値が高い方が、いいですね、これ。まあなんで A12Z スコアに、まあ大体 CPU で 1.5 倍、GPU で今 1.4 倍ぐらいしたら、まあ大体ね、この M1 搭載の iPad Pro がどれぐらいになるのかと。で、シングルコアですね、まあこちらのまあ単純にそんな重くない作業の時は、まあ1674で、マルチコア、こっちは結構重い作業ですね、動画編集とか。が、6916、まあ大体ですけどね、単純計算で。まあそれぐらいにはなるんじゃないかなと。あと、まあ、メタルスコアが、まあ、グラフィック性能に関しては、まあ、ゲームとか、動画ですね。まあ、画像編集でこれ非常にね、重要になってくるところなんですけども、まあ、大体1万5000から6000ぐらい。まあ、それぐらいの間じゃないかな、っていうところですね。で、こっちが、比較のためにね、M1 のこれ MacBook Air のベンチマークスコアなんですけども、まあ、多少 MacBook Air の方がね、まあ、高くはなってるんって感じですかね。はい。まあ、ただ iPad Pro ってそもそも薄くてね、非常にま、軽かったりするので、これをやっぱタブレットの数値って考えると、まあ、かなりね、性能ちょっとあり余ってるぐらいね、あるんじゃないかなとは思いますね。で、二つ目の進化点としてですね、選択できる容量っていうのが 2TB までなりました。去年まではですね、1TB までしか選択できなかったんですけども、結構ま、動画編集とか、まあ、画像の編集とか、まあ、デザインとかをね、ゴリゴリこう使うようなね、方には非常に嬉しいんじゃないかなと思います。あとまたデータのその転送スピードっていうのも、まあ、以前に比べ比べてですね、まあ、最大まあ2倍になったということで、例えば 4K 動画とかね、僕も撮影したりするんですけども、まあ、5分ぐらいで本当5ギガとか10ギガとか、すぐ行っちゃうんですよね。まあ、重かったりするんで、やっぱ転送この速度っていうのはね、非常に速い方がね、作業効率は上がるんじゃないかと思いますね。はい。で、3つ目のね、進化点としてはメモリ、こちらの容量、まあ、メモリはね、やっぱ作業台のこうなんか広さとか例えられたりしますけども、多ければ多いほどやっぱこう机が要するに広くなる。机が広いとやっぱり同時にね、こういろんなものを置いたりして、や作業がしやすくなるということなんですけども、まあ去年のモデル
トをですね、まあ最大で 6GB、 まあ一通のモデルは 4GB でしたかね、だったのが、8GB からなりました、メモリが。はい。なんで本当に MacBook とね、同じようなラインナップになったなと思います。注意点としてはですね、ストレージ容量によってメモリが搭載されているものが違うということで、例えば128GB、256、512、こちらのストレージ搭載、容量のモデルはですね、こちらメモリは 8GB となってますが、容量が 1TB、2TB、こっちのモデルは 16GB ってね、倍になってると。はい。まあこれ気づいた方もね、まあいらっしゃると思うんですけども、結構ほんと MacBook とかと同じような構成になってると。まあ、ただ個人的にはね、メモリじゃあ 16GB も iPad 必要かっていうことに関してはね、まあ詳しくはちょっと最後の方で話しますけど、まあ全然 8GB でいいんじゃないかなって思いますけどね。はい。まあ2020年モデルのそもそも iPad Pro はメモリまあ 4GB だったりするんで、まあ十分それでサクサク動いたりしますし、まあ M1 MacBook でね、まあ一番安いモデル、これメモリで 8GB なんですけども、まあこれもちろんレビューもしてるんですけども、ほとんどのこと、まあこれでできるんですよね。で、ましてやっぱ iPad だとメモリ予想 16GB 使えるようなアプリっていうのが、まあ現状はね、ほとんどないんで、まあちょっと完全にオーバースペック気味かなっていう感じはありますね。ただまあそこはね、もちろんApple もね、重々承知してると思うので、もしかしたらやっぱ噂されてるね、プロ向けの、まあプロ向けのファイナルカットプロとか、まあロジックプロとかのアプリ、まあそっちがね、対応、iPad に対応したりとか、まあそのスペックを活かせるような、まあ何かしら発表はですね、6月のまあ WWDC というのがもう正式に決まってるので、まあそこら辺であるんじゃないかなと思ってるんですけどもね、まあよかったらこちらはね、WWDC6 月の動画も、予想の動画をね、ちょっとご覧いただければと思います。楽しみですね。で、進化点、4つ目としてはですね、サンダーボルト対応しました。まあ、タブレットとしてはね、ほんと唯一なんで iPad Pro が、対応っていうことですね。はい。まあ、サンダーボルトって何かっていうとですね、まあ、端子としては、まあ、一応 USB-C にはなるんですけども、まあ、USB-C のほんともう最強バージョンみたいな。イメージでいいと思います。はい。サンダーボルトですね。はい。要するにサンダーボルトに対応した、まあ、USB-C の端子が、搭載っていうことなんですけども、普通の別に USB-C とね、端子って見た目っていうのは全然一緒なんですけども、やっぱ中身というか、その性能が違うというところですね。まあ、例えばそのデータを転送する速度が、まあ、サンダーボルト対応だと速かったりとか、あとまあ、高解像度の、まあ、綺麗な、まあ、4K 以上とか、の、やっぱ外部ディスプレイにやっぱ出力できたりとか。まあそういったところですかね。はい。で、今回の場合はですね、Pro XDR ディスプレイっていうね、この 6K のフル解像度でも iPad Pro で出力ができると。まあ、6K でフル解像度でね、こう外部ディスプレイに映せるということで、これめちゃめちゃ綺麗にできるっていう感じですね。まあこれ嬉しいかなっていうところ。で、進化点5つ目ですね、これ 5G の対応ですね。はい。まあ中身としては一応 iPhone 12 とかよりも、まあ早い接続がね、可能とのことですね。まあ 5G 広がれば、まあ非常にまあ便利になるのかなっていうところですね。ただ一応対応自体はもちろんセルラーモデルのみなので、まあ Wi-Fi モデルとかね、まあ関係ないので、まあそこは注意が必要なんですけども、まあ個人的にはね、まあ無理に別にセルラーモデルにする必要はないかなっていう思いますけどね。まあ単純にやっぱ 5G がね、まだまだ繋がるエリアが狭いっていうのもありますし、まあ iPhone でまあ例えばテザリングとかすればね、別に Wi-Fi モデルでも全然使えるんで、外でもね、個人的には必要十分かなと思ったりはするんですがね、はい。コメント、セルラーか Wi-Fi か、どっち選びますか、どういう理由でみたいな。はい。まあ、コメントいただければと思います。はい。進化点、6つ目はですね、インカメラ性能ですね。まあ、新型 iPad Pro ではですね、インカメラが、超広角で、12MP、まあ、なんで大体1200万画素ぐらいになってですね、まあ、綺麗になって、まあ、広い画角で撮影ができるようになったと。インカメラでも。まあ、動画とか、まあ、例えばやっぱインカメラでね、オンライン会議とかね、使ったりするじゃないですか。やったりするので、まあ、そこら辺を非常にやっぱ意識した、時代を意識したようなものになってるかと。で、新しいこれ機能がですね、センターフレームというもので、まあ、一応英語でセンターステージっていうね、表示になってますが、まあ、自動でね、要するに人を認識して、まあ、自分が動いても、その動きに合わせて、まあ、カメラもこう、追ってくれるっていうね、自動的にやってくれると、それを。で、さらに、例えばもう一人入ってきたら、その人もま、認識して、まあ、みんな映るように、こう、画角を広げたり、してくれるということで、まあ、これ結構ね、まあ、面白いなと思いました。まあ、例えばこう、iPad Pro で、ね、まあ、ライブ配信したりとか、まあ、僕もね、この前初めてね、発表会見ながらね、ライブ配信してみたんですけども、まあ、そういった使い方も結構ありなんじゃないかなと思いますね。まあ、実際にこれが本当にうまく機能するのかっていうね、やってみないとわかんないんですけど、まあ、あとやっぱ、まあ、人だけじゃなくて物とかもね、追ってくれるのかとか、まあ、ちょっと気になったりはしますけどね。まあ、結構 iPhone とかだとね、配信の時ちょっとちっちゃかったりするんで、まあ、iPad でやるのもありかなって、ちょっと思ったりしました。で、最後7つ目のね、進化点がミニ LED に対応ですね。こちらは一応 12.9 インチのね、の画面のみの、搭載にはなるんですけども、まあ、これがま、今回の一応ま、目玉の進化点なのかなっていうところですね。一応名前としてはリキッドレティナ XDR ディスプレイということで、
ということになっておりますと。はい。まあ、簡単に言うと、まあ、非常に、まあ、細かい描写とかまで、まあ、綺麗に見えてですね、まあ、画面の最大の明るさ、まあ、最大輝度とか言ったりするんですけども、まあ、それが、まあ、マックス、まあ、1600ニットとか、要するに、まあ、太陽の、例えばね、こう、明るいところとかで見ても、あの、画面が見えるとか、まあ、明るく見えたりするんですよね。まあ、例えば、その、以前の、モデルだと、まあ、LED がね、確かこれ72個とかだったらしいんですけども、まあ、今回、その、ミニ LED でちっちゃな LED なんですけどね、まあ、それが、1万個集まってると。画面の中にどんだけ集めてんだって感じですけども、まあ、なのでやっぱ非常に細かく綺麗にね表現できるっていうものになってます。はい。でまたこれってね、あのアップルが出してるあのプロ向けのプロ XDR ディスプレイっていうね、まあ、画面だけでまあ60万円ぐらいねあのするディスプレイがあって、まあ、スタンドもなんか10万円ぐらいで別売りみたいな貴族のね画面みたいなやつがあるんですけども、それとねあの性能的には全く同じなんですよ。まあ、それと全く同じものがなんで 12.91 のあの薄いねプロ XDR もちょっとねやっぱ厚めなんですけども、まあ、それのもう半分以下ぐらいのもの、iPad Proにこれが載ってるということで、まあ、なんで本当持ち歩けるプロ XDR ディスプレイって感じですよね。本当でデザインとかやっぱ画像の編集とかだったりですね、まあ、動画とかまあ編集とかチェックとかまあこういったものをねやっぱりまあ iPad 薄いんで持ち運べるのでこれなかなかすごいなと思いました。まあ、なのでやっぱ去年のモデルより 12.91 はまあ1万5000円ぐらいね高かったりするんですけども、まあそれだけで一応 M1 チップとかまあ60万円ぐらいするねそのプロ XDR に匹敵する画面が手に入るので、まあプロの方が結構まあ動画とか例えば写真編集とかねちょっとチェックするとかまあそういった方が購入する理由にはなるんじゃないかなと思います。まあ、本当にプロ向けアプリにね対応したらファイナルカットプロとかだったらね僕もあの 12.91 いやこれ欲しいなと思っちゃいましたけどね。はい。まあ今後にちょっと期待という感じですかね。今までちょっとねいい点をねどっちかと進化点を言ってきたんですけども、こっからは新型 iPad Pro のまあ注意点というかまあデメリットとかね、もちろんねいい点ばかりではないと思うんですで、まあそこら辺もね、見ていきたいと思います。まず、まあ、注意点4つをですね、解説したいと思います。注意点1つですね、まあ、デザインですね。デザインに関しては、まあ、ほとんど変わってないというところで、まあ、ほんと見た目に関してはですね、去年の2020年モデルともう、まあ、ほぼ一緒だと思いますね。何も変わってない。で、カラーに関しても、まあ、新色が出るんじゃないかとか言われてたんですけども、今回はほんとシルバーとスペースグレーのみと。いうことで、全く一緒。個人的にはね、ブルーとかゴールドとか、まあ iPhone 12 Pro みたいになるんじゃないかと期待してたんですけども、まあこれ結構残念かなーっていうことで、まあ見た目の変化は特にありませんということですね。で、二つ目、注意点としてはですね、11インチに関しては画面は、全く一緒です。はい。まあ一応 12.91 はね、さっきあの、説明したように綺麗な画面、ミニ LED 搭載になったんですけども、11インチは、2020年モデルの iPad Pro と全く同じ性能ですね。同じ性能の液晶ディスプレイ、リキッド。レティナディスプレイの搭載になっております。まあ、ただ正直ねこれで全然十分綺麗だったりしますし、まあ、そんな普段使いの部分では、まあ、見比べたら分かると思うんですけどもそんな違いはないんじゃないかなとは思ってます。まあ、実際見てみないと分かんないんですけど、でもちろんまあ画面以外はですね別に11インチも 12.9 インチと同じようにですね高性能な M1 チップ搭載とか、まあ、中身の性能的にはね、全然一緒なので一応まあ性能は高くなってるんだけど、まあ、価格はね11インチの方はまあほとんど据え置きな感じなのでコスパとしては11インチの方がいいんじゃないかなと個人的には思いますね。で、注意点3つ目はですね 12.9 インチに関してなんですけども、まず重量が重くなって、分厚くなって値段も高くなってます。まあ、今回の iPad Pro は高いですね本当に 12.9 インチは。で、ミニ LED をね、まあ、今回搭載したことで、やっぱ2020年モデルと比べると、まあ、ちょっとであるんですけど、重さに関しては、51g 重さが増えております。まあ、大体10円玉がですね、1枚 5g ぐらい、と言われてますんで、まあ、10枚ぐらいね、10枚か11枚ぐらい、くっついたような、こう、イメージですかね。はい。で、厚さに関しては、6.4mm とですね、元々が 5.9mm だったので、まあ、0.5mm ほどですね、まあ、5mm、厚くなっていると。いうことですね。まあ、これ結構ちょっと厚く感じるんじゃないかなっていう気はしますけどね。触ってみないとわかるんですけど、まあ、これがやっぱ原因でですね、あの、マジックキーボードの、まあ、旧型、まあ、12.9 インチのものに関しては、これ、使えないっていう風にね、公式で発表はありましたね。ぴったりね、こう、サイズに合うように作られているということで、あの、厚さがね、やっぱちょっと増したことで、まあ、旧型のなんかマジックキーボードだと、12.9 インチだと、なんか閉じれないらしいです。はい。まあ、なんで、ここはちょっと注意が必要かなっていうところですね。で、最後、注意点4つ目はですね、マジックキーボード、Apple Pencil。ここに関しては、特に、進化、ないですね。以前のものと一緒と。はい。マジックキーボードに関しては、一応、ま、新色のこのホワイトモデルっていうのをね、登場したんですけども、あの、機能的には別に去年の2020年モデル出たものと全く一緒ですね。まあ、色が変わっただけ。で、新型の、ま、噂もね、なんか、角度が変えられたりとかね、ちょっとヒンジがね、曲げて追いかけモードできたりとか、なんかそういうのも噂もあったんですけど、まあ残念
っていう感じですね。はい。で、Apple Pencil に関しても新型は全然ないので、まあ第二世代がね、今のところ継続っていう感じですね。はい。まあなので、ペンシルに関してはまあ別に買っちゃってもいいんじゃないかなと、まあ個人的には思いますけど、ただもしかしたらまあ6月のね、WWDC でまあ OS の発表とかやっぱあるんで、まあ、もしかしたらあるかもしれないんですけどね。まずとしては本当その6月ぐらいまでかなっていう感じ。はい。ただ本当いつになるかちょっとわかんないですね、ペンシルに関しては。で、最後はじゃあ iPad Pro ね、今回新型どんな人が買うべきなのか、買うべきじゃないのか、ちょっとお話ししたいと思います。はい。まあ結論から言うとね、まあ結構重めの動画編集とか iPad で、今やってるとかやりたい人とかだったりですね、まあ今使ってまあ iPad のまあ性能で、まあちょっと物足りないなって思ってるような方はですね、全然買えないんじゃないかなと思います。はい。まあ例えば動画とかで言うと、まあ 4K とかね、編集とかだったり、まあ長めで容量もちょっと食うような動画、iPad でやるとか、そういうのをやろうと思ってる人は、まあ性能がやっぱり M1 チップで大きく向上してたりとかですね。まあ転送スピードとか容量も 2TB まで増えているので、まあいいんじゃないかなと思います。はい。まあただ現状でその M1 チップの性能を活かせるアプリっていうのが、まあほとんどないんで、プロ向けの方とか結構まあ限られてくるっていう感じではあるんですけど、あとまあ今の例えば iPad に結構スペック的にちょっと不満があるとか、カクカクすんなとか、まあそういうのであれば、まあ性能的には非常にこう上がってるので、まあストレスはまあ解消されるのかなとは思いますけどね。でも逆にね、じゃあ買うべきじゃない人をですね、今回の新型。まあ例えば iPad Pro の、まあ現在2020年モデル、使ってて、スペックとか特にまあ不満がないかなっていう人は、まあ本当特に買い替える必要はないのかなって、思いますね。まあデザインも別に一緒だし、まあお金にまあ全然余裕がありますとか言うなら別なんですけども、まあこれからまあ iPad を使いたい方、とかは、まあ、例えば iPad Air とか、第4世代、カラフルなやつとか、iPad Pro の2018年モデルとか、もう結構、ま、安くてね、まあ、コストパフォーマンスね、高かったりするので、まあ、僕だったらそっちの方とか、買うかなって、買うかなと思います。はい。まあ、あと現状はね、あと M1 MacBook Air とかの方がですね、まあ、できることだったりですね、価格とかを考えると、やっぱコストパフォーマンス高いな、って思いますね。はい。まあ、なんでそっちもね、おすすめかと思いますね。まあ、レビュー動画とかもあるので、まあ、よかったらちょっとご覧いただければと思います。まあ、6月にまあ、WWDC もあるので、まあ、そこで iPad とかね、まあ、プロ向けのアプリにとか、もし対応があるとしたら、まあ、ここでね、発表だと思うんで、まあ、それまで待つのもね、全然ありんじゃないかなと思いますけどね。発売はまだ5月のまあ、下旬でね、まあ、大体なんか21日とか22日とか、まあ、そういう噂が出てきてるんですけども、まあ、なんでレビューとか上がってきてから、まあ、全然買ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、僕は買いますけど、はい。まあ、僕もなんでまあ、購入してね、まあ、レビューする予定なので、まあ、気になる方はぜひちょっとチャンネル登録していただいてですね、お待ちいただければと思います。あと、まあ、Apple 製品をこう、安くね、お得に買う方法っていうのも、これ3つほど解説してますので、まあ、やっぱ損せずにね、予約とか、購入してもらえればと思います。はい。僕は後悔してるんですけども、今。ということで、こちらの動画少しでも役に立ったなと思った方は、高評価だったり、チャンネル登録、お願いいたします。ぜひ、通知ボタンも押してください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。今日も良い一日お過ごしください。バイバイ。